悪いスライムじゃないよ。お待たせ。待ちくたびれたでやんすよ。ったく、女は支度が遅いよな。しずさん、どうした？学園の支配者か？それって50年くらい前活躍したっていうギルドの英雄よね。炎の精霊フリート、違いないでやす。シズさんは伝説の英雄、学園の支配者。お前たちもさっさと逃げろ。そんなわけにはいかねえよ。俺たちの仲間でやすよ。ほっとけないわ。プラじゃないしずえ、伊沢しずえ、お願いがあるんだけど。いいよ、何でも言ってくれ。私を食べて。私にかけられた呪い、食べてくれたみたいに嬉しかった。この世界が嫌い。でも憎めない。だからこの世界に取り込まれたくない。最後のお願い、私を君の中で眠らせてくれないかな。いいよ、約束しよう。リムルテンペストの名において魔王レオン・クロムウェルにきっちりとあなたの思いをぶつけてやるよ。
ユニークスキル捕食者を使用しますか？イエス。シズさん、運命の人よ。安らかに眠れ。俺の中で永遠に覚めることなく幸せな夢を見られるように。そっか、スライムさんは転生者なんだ。大変だったね。そうだ、面白いものを見せてやるよ。大賢者、思念伝達でシズさんに俺の記憶の一部を見せたい。リョウ。戦争が終わって平和になったよ。俺はこっちの世界でもみんなが平和に暮らせる街を作りたいと思っている。シズさん、大丈夫かな。我が主、何ということもない普通の人生を歩むはずだった男は通り魔に刺されて死亡し、異世界に転生を果たした。シズさんと約束したからな。おー、俺がスライムに見えるのか。ま、そうなんだけど。何これ、えげつない。これも使いどころを考えないとな。はい。
したぞ。